今回はアスランの説教セリフを何度も聞き返して気づいてしまったに対して語る読者の反応を紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。アスランの説教セリフを読み返して思ったんだけどさ、さっきから黙って聞いていれば自分がばっかりで彼女のことなんて何一つ考えてないだろう。お前はもういい。そんな情けない奴はそこでうじうじ腐ってろ。一人で世界を背負って戦っているつもりか。それで自分の手には負えないと思ったら途中で投げ出すのか。大したヒーローだな。2発殴られるシーン。助けてほしいならどうして言わない。頼まない。お前一人で何ができる。しばらく会わないうちにラックスは随分変わったんだな。あれができなきゃダメとか、あれをもらえないと嫌だとか、俺の知ってるラックスはそんなこと言う子じゃなかった。彼女は共に歩む人間だからお前を選んだんだろう。辛くても一歩一歩一緒に行こう。キララックスを助けよう。マジでいいシーンなんですよ。監督やキャストは、キラとアスランはそんなに仲良くないですよらしいけど、めっちゃ仲良しやんけと思ったよ。これ勘違いが広まってるけど、石田明が甘い声を出しすぎて、それ親友の域を超えてるよ。そこまで仲良くないよって発言だから、そんなに仲良くないってことではない。石田くん甘い声出しすぎ。デスティニーでキラに何をされたか覚えてる？石田は覚えてませんとか言いそうだから困る。すいません。放映版もだいぶ声甘くて正直キモいよ。最初どんだけ甘々だったのってなるエピソード。エヴァのカオルくんぐらいの甘さなのかな。石田は星のこと好きだからな。殴り合う場面なのにアスランが受ける気さらさらなくて笑っちゃう。ワンヒットも許してないの正規軍人強すぎる。生身でエクバのキック派生できそう。二人の息がぴったりすぎる。令和のコンビネーションアサルト。作中人物視点だと突然の元彼マウントに見えなくもない。というか数年間婚約関係にあったという事実に対する認識がアスランとラクスは軽すぎるんよ。お前そんな細かいことに気がつく上に気の利く人間だったかという気持ち。アスランはそんな気ないんだろうけど、元彼マウントみたいなセリフになってたからだと思う。ぎょっとするくる。睨むアスラン。配信で初めて見たけど、前評判よりキラがタフすぎてアスランの息上がってるじゃんこれってびっくりしたよ。本編のこのシーンの時点でだいぶ甘い声出てるんだが、これ以上って石田どんな演技したんだってなるやつ。小説はギャグシーンはうまいことカットしてるか、なんかごまかしていい感じにしてるから。ただ概ねの流れは同じだが、なんか最後まで微妙に新規臭い空気あるんだよな。小説版映像だとステラで闇落ち跳ねのけて分身デスティニとゲルググでアコード4人抜きするところ爽快感あるけど、小説版だと先に死んだマユとステラとレイに愛されてシンも愛したことで無効化したって説明入るから、爽快感よりもシンお前って泣けてくる。小説だとこの直後にメイリンがアスランに、お前がいうなってことありますよね、テイジクリに行くあたり、メイリンはこのシーン面白いって思いながら見てた可能性が高いよね。シンが殴られるシーン、激うまギャグ、本当に必要だっただろうか。幼なじみの親友同士の間には誰も入れないって意味もあるんだろう。ナナイ、男同士の間に入るな、じゃないけど、アムロとシャーみたいなもんかと、カミーユでも二人の間には入れない。その場面なかったら完全に蚊帳の外じゃん、それはそれで騒ぐだろ。必要だったんじゃないか。運命細胞でアスランとシンの間にルナが乱入して錯乱したシンはルナを撃墜しそうになる。戦うことで守りたい相手を傷つけてしまうが大きなテーマになってる。今度はシンが運命の時のルナの立ち位置になってる。運命の時キラはエイエイに気を取られてシンのインパルスに撃墜されてる。孤軍奮闘してた運命の時と違って、今の大和隊長には船を任せられる。頼れる仲間がいることを示すためにもシンが殴られるシーンは必要だったんじゃないか。特に理由のない暴力がシンを襲う。要するにうるせえ、行こう、ドンってことだよね。ドン、物理。石田明はかつて BL 界の女王とまで言われた男だ。面構えが違う。やめろよ、本気で喧嘩したらキラが俺にかなうはずないだろう。誰ならかなうんですかね。
キラってそういう経験全然なかった割には殴られてると急後ろに飛んだりして衝撃受け流したりとか、テクニカルなことしてるし、マリュウやアスラン本人に格闘術を教えてもらったら互角くらいには行くんじゃね。やりたくないから無駄だぞ、本人にその気がない。本人は映画後はやる気らしいぞ。また今回みたいに敵地に乗り込んで白兵戦したりすることもあるかもしれないしな。言葉にしなければわからないこともあるみたいなことも言ってたけど、それこそお前が言うな、案件すぎて。ただ経験者の言葉は重い運命で迷ってやらかしまくった反省からの言葉なので説得力はある。むしろ体験したからこそ言えるようになったのでは。俺みたいになるなって言えればよかったが、言えないのがアスラン。キラ相手にそれを言って説教までかませるのはアスランしかいないから多少跳ねえ。アークエンジェル組の大人だと階級差抜きの関係ではあっても、それこそ本当にお前が言うなってことだらけすぎて言えないからね。ミレニアム組の大人だとどうしても階級差が先に入らざるを得ない関係だから無理だし。エイエイ組の大人に関してはお前らがしっかりしていればキラは戦う必要はなかったんだよ、案件だからな。その後で日常に戻ったの間違いないし。全部抱えて自分が何とかしなきゃで迷走ってのはアスランも一回通った失敗ルートだからな。そんな自分を力ずくででも止めに来たはずのキラ自身が今度はそのルートに入り込んでるんだから、今度は自分が止めなきゃならんのだろう。あのシーンは運命があったからこそのシーンの一つだからな。運命で父親のこととかで迷走してたところをキラが無理やり止めてくれて目が覚めたから、今度は自分がキラの目を覚ますっていう。石田さんの演技もすごかったけど、ここは星さんもすごかったな。僕がやらなきゃダメなんだ、嫌だけど必死でガキキ迫っててよかった。 BGM も相まって見るたび泣いてまう。種&種です時代から、本当にそれな、本人は戦いたくなかったのに状況がそれを許してくれなかった。一緒に立とうとしてくれたトールは次の戦闘で空自分で抱え込もうとするわ。アスランが来てやっと対等以上のやつが来てくれたことでアスランのことは頼っていたが、こいつがキラのそばに来るのいつも終盤だからな。キラは人のために戦うやつだからな。自分の意思で未来を選んだキラがどうなってくのか楽しみ。そのアスランもタネデス時代に散々やらかしたよれなくなり、唯一頼っていた相手がダメなら自分がやるしかないって思って当然なんだよな。だから自分たちが言えた義理ではないが、言ってることは正論だが、お前がそれを言うのかという目で周りは見る。種から抱え続けてたものをやっと吐き出してくれて見てて嬉しかったからな。戦闘シーン加えてもここがトップレベルで好き。このシーンのキラの発言から、キラはもともとこういうことを言う傲慢なやつっていう人いるけど違うと思う。キラは優しさゆえに全部自分が背負い込めば周りの人はその分楽になれるって考えで、背負い込みすぎて精神的な余裕がなくなってしまうのがキラだから、傲慢とされる発言の真意もやめてよね。フレイは悪くない、責めるなら僕を責めろ、みんなが弱いからもう誰も死んでほしくないんですって意味だし。キラが精神的に追い込まれて折れるシリアス、アスランがキラを一括し手を差し伸べる熱い友情、アスランがキラを完封しついでに二人でシンを殴るギャグ、これらが絶妙なバランスで成り立っている名シーン。そしてその前の登場シーンではズゴックで大活躍だ。この映画、アスランが動いてるシーン全部面白い。よろしければ皆さんのご意見もコメント欄で教えてください。それではご視聴ありがとうございました。